ちは。今広島ですね。視聴者さんで醤油場作られてる方のいらっしゃるんですよね。そうですね。それで特ダレを作ってくれるというお話を伺ってですね、ちょっとまあ行くついでに撮影していこうかなと思っております。会社の人変わらんぐらいね。おい、なんだこの橋、すごいですね。雰囲気のあんね、この橋。ロケーションがもうなんか歩きたかもん、この橋。どうも、どういうとこ、お疲れ様でした。うなぎ、うわー、綺麗にしてや。いいですね。すごい、一匹ずつ。でかい。これでかいですね。綺麗なアユが、うわ。はい、はいなこです。はいなわで。つけまりって、アユを切るので、こういうとこと、すっぽんとか。すっぽんも。すっぽんも大きいのがたくさん。ラベルですね。うわ、かわいか。で、ここにこんなになるわけですね。そうです。けいこちゃんが知れって言ったことかな。こういったことの方が、あの、どういったときに持っていきやすいじゃないかっていう案もあって、うん、瓶とかそういったパッケージとかやったら場所もかさばるし、キャンプ的に行った時とか、はい、もうそのままね、使って曲げたりして落としても割れんし、あ、これがすごいいいんじゃないかということで、はい、考えられてたんですね。広島の小玉醤油さんですね、はい、家族だけでやってるようなちっちゃな醤油屋なんですけど、今年は全国の醤油品評会で全国4位になる。おー、すごいですね。すごい。今回のは濃い口をベースに、はい、徳さんが作られたレシピで、ごまも和田山徳さんっていうこだわって、ああ、ありがとうございます。あとは九州の大分の柚子胡椒ですね。で、調合なるほどですね。あとは、まあ、鰹の出汁とか。じゃあもう中身かなりじゃグレードアップしそうですね。気に入ってもらえるようにお刺身が喜ぶように。ああ、もうありがとうございます。いや、朝ちょうどよかったです。今朝ちょうどよかった。ああ、朝はもう土砂降りで。ああ、そう。今日はよろしくお願いします。本当に量ですね、完全な。許可とかね、やっぱ行くんですか。一種、一種なんですか。一種、はい、どの辺まで行かれます。あの辺の真ん中ら辺ぐらい。わかりました。上で行ってお願いします。はい、はい、あとあれですか、ボールとか。これだけ。あ、これだけ。あ、うわうわ、いいですね、この感じが。いいあ、どがんやって戻ってきたとかなと思ったけど。あ、すごい。ダイナミックだ。いや、すごいですね、これ。すごい、すごい。お、早い。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 一瞬であそこまで行った。早いですね。あの竹が出てきた瞬間、うん、一寸法師場思い出したよ。一人でできる量だ。これなんかね、これこのオレンジの花、あ、眠り草の一眠り草、こうすぐこう眠っていくやつ。蜜吸えるタイプじゃないやつですね。うん、蜜吸、あー、板かこと分かる。こっちですね、蜜吸えるやつ。蓮華これなんか小学校の頃とかなんか蜜吸って夜ご飯にしよった。夜ご飯だったらよかったんですけど。お腹いっぱいならない。八かでやるば。流れがきつい。あ、一個ずつやってボトボトって落としながら、絶妙な加減やろうね、あのボートのね。これ追い込み系やろうね、多分ね。あ、もう1セット全部終わった。なるほど、流れがきついです。きついです。でも上手ですね。多分この辺のタニシとかはもう食べれるんじゃないですか。やるね、晩ご飯に、うん、全部晩ご飯です。あ、これはこの草は食べたことなかと。これなんかあれよ。食べないですね。食べないですね。よもぎですよね。よもぎは確かになんかお餅とかで食べたことありますけど、うんうん、晩ご飯に、うん、晩ご飯ではないですね。ないですね。どういう設定なんでしょう。
あら、メダカだ。フォースパーブ試してみようか。はい、いつですかね。うわ、うつうつよ。なんか映ったぜ。メダカじゃないね、ほんと。メダカじゃない。なんだろう、これ。なんですかね、これは。あれ、さっきのプレコみたいなやつどこ行きました。メダカじゃないよね。あ、追い込みをしてこい。バチバチやって水面叩いて追い込んでるんだ。ほら、バチーン、バチーン。なるほど。ほら、すごいですね。あの竹の役割すごいな。船を進めることもできて。だからあんな長いんですかね。ああ、理由がいろんな諸説あり。そうですね、うん、いますかね。ちょっとでもかかればね。うまいっすかね。海がやれ。ないね。うわー、取れててほしいな。あ、もう上げました、上げました。入っとくかな。なんか入ってない。なんか入ってない。こいで1セットなんだ。どんどん速くなってきた。加速中。すごいですね。ああ、速かっすね。これ体力使いますね。結構スピードアップしてきましたね、ほら、はい、最後時速60キロぐらいのらしかですよ。いや、もう止まれないんじゃないですか。止まれない。竹折れますよ。竹折れ、竹折れ。流れてるゴミが、だってもう木とかそういうのって、うん、なんか人工物ないんですよね。晩御飯に見えてきたろ。あの葉っぱとか、ほら。美味しそうやった。よだれ出ました。麦わらです。帰還します。あそこへ帰ります。入ったですか。よいしょ。すごい。うわー、あー、マジっすか。アユに見えて麦わらですね。麦わら、うわ、麦わら、でかっ。いや、でもすごいすごい。へえ、麦わら。うわ、うわ、麦わら。へえ、すごい。これ結構大きいか。大きいですね。うん、ちっちゃいですね。大きい。あ、これちっちゃいですか。これ子供じゃないですかね。麦わら本当こんなん。そんなんすか。あれが網を破っちゃう。はあ、なんだこれ。違う魚かな。麦つく。よく鮎と見間違えるんですよね。へえ。結構大きかっすね。でもこれでも流行っていうサイズではちょっとなかもんな。大きい。うわ、でかっ。ギギューってやつは入らないですか。ギギュー、これザンギーって僕ら言うんですけど。バンギー。なんだこれ、プレコっぽかな。外来種ですか。いやいやいや、これ昔からいます。これはまだね、取りやすい魚なんですけど、ギユーはもう3つあれあるじゃないですか。トゲが、トゲこう、ギユーこう挟みますよね、はい、トゲで。へえ、ギーギー言うんですよ。これは何なのかわからないやつ。口すごい珍しく口した。地元じゃ関東なんと思うけどな。顔長い。長いね。こっちでじゃあこの量で。そうです、一種の方がそれぞれ魚場を持ってる。ああ、なるほど、魚場か。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ご飯場探してたけどね。それはもうその本当に、ポケット。それはまた何の葉っぱですかね。これはミントです。ミントはそんな形してなかった。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ひどい。東京です。東京ですよ。練馬。練馬。住宅街のど真ん中よ。ちょっと砂浮き浮き打つのいいな。ボトム攻めていいよ。ボトム攻めたいけど。ここ楽しかったです。マジで楽しかったです。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますのでよろしくお願いします。